皆さん、今日は久しぶりに、メイクもしまして、髪もやりまして、カメラの前に座っているんですけれども、今日はお話のビデオをしようと思います。なので、このお話のビデオが好きな方はぜひコーヒーやらお茶やら、そうですね、できたらワインなんかもいいんじゃないでしょうか。ポップコーン、スナック、何でもいいです。持ってきて楽しい時間過ごせたらなと思います。今日のビデオは20代の自分にアドバイスっていうビデオなんですけど、前回10代の自分へアドバイスっていうビデオをやって、それから20代もやりますねって言って、ちょっと時間が経っているんですが、時期が来ましたので、ぜひぜひその話をしようかなと思うんですけれども、その前にですね、今日つけている、ジュエリーのお話をさせていただこうと思います。私のビデオをいつも見てくれている方はご存知の方も多いと思うのですが、今日つけているこのネックレスですね、この指輪とこの指輪、ニューヨーク発信のジュエリーカンパニー、アナルイーサさんから、送っていただきました。アナルイーサさん、今日はスポンサーになっていただいてありがとうございます。なぜ私がいつもこの会社のお話をしててジュエリーが大好きなのかっていうとですね、まず世の中にはたくさんのジュエリーカンパニーがあるじゃないですか。安いものもあれば高いものもあるし、アナルイーサさんたちと同じような値段の、会社もたくさんあります。その中で自分がジュエリー買いたいなとか、誰かにプレゼントしたいなって思った時に、一つに選ぶのってすごい大変ですよね。で、もう今の時代、いろんな情報が手に入る時代だから、どこから探していいかもわからないしって言った時に、一応 YouTube をやっていて、サブスクライバーの方もいて、で、私には責任があると思っています。私が話すこととか、私がビデオで見せるものっていうのは、私が意識していなくても、その見ている方からするとその影響力があるっていうのをとても理解してます。私がどんだけ小さな YouTuber でも、カメラを通してビデオを通して画面を通して見るっていうとなると、やっぱりその影響力っていうものが、あるっていうのは理解しています。自分が消費者として何かを買うってなった時に、何か買えますよね。そうなると、その買ったっていうことは商品を買ったっていうことなんだけど、その会社に投資をしたっていうふうに考えてください。そう考えた時に、どの会社でもいいっていうわけじゃないですよね。今の時代、環境問題とかいろんなのがあるじゃないですか。とりあえず安かったから可愛かったからって言って買うっていうだけの理由では、長い目で見るとこの先どうなんだろうっていうのがちょっとクエスチョンに残ります。私は消費者として何か買うとき、食料品とかもそうだけども、家のものとかも何でもそうだけども、何か買うときっていうのはちょっとそれが頭の中に働きます。この会社はいい会社かなとか、サポートしたい会社かなとか、そういうところも見て、ショッピングをしています。なので、皆さんにも、そのことをちょっと知ってもらいたくって、それでそのアナルイサさんの会社のサステイナボーっていうところは、まず、ジュエリーやりますね。こんなに可愛いジュエリーたくさん、サイト見るといっぱい超可愛いのがいっぱいあるんですけど、それは全てリサイクルでできてる、ジュエリーたちです。たくさん大量に作られたラクシュリーなブランドのジュエリーたちが売れなかったっていうんで処分されます。で、それをレスキューしてリサイクルして、アナルイサさんたちはこういった素敵なジュエリーに変えて、販売をしています。で、値段は39ドルからスタートするから、値段もすごい、とてもフェアプライスなんですね。働いている方、そのジュエリーを作るのに携わっている方、売るのに携わっている方、全てにフェアにお金が払われているっていうのもそうだし、なのでジュエリーの値段も、すっごいバカみたいに高いわけではないね。だからといってすごい安く設定するとなると、どこにお金がいってるかっていうと、その会社にしかいってないっていうことですね。作っている、そういう携わっている人たちにはお金がなかなかフェアにいっていないっていうこと。だからそういったところを見ると、この会社すごい考えているなぁ、思いやりがあるなぁっていうふうに感じます。それでその商品を送ってくれる時もですね、これ実際こうやって送ってくれた、こっちには住所が書いてあるやつなんだけど、本当にリサイクルできる箱に入れて送ってきてくれます。なので無駄にプラスチックで何回も巻かれてて、で
紙がいっぱい巻いてあってね、なんか開けて開けてやっと開けてそれでジュエリーが出てくるっていうわけではない、すごいシンプルなんだけども、でもこういったところはすごい、そういった環境のことを考えているっていうのもすごい好きだし、私たち的にもゴミがたくさん出るのはもう好まれない時代だから、すごいもうただポッて捨てればいいだけだし、そういうのもすごいいいなって思います。ジュエリーを入れてくれているバッグがこれなんだけど、これ何でも再利用できますよね。あの、私は娘にあげたりとかもしているんだけど、なんか小物を入れたりとかするのもできるし、こういったところもすごい素敵だなって思います。なので今2月っていうことでバレンタインデーですね。アナリストさんたちはバレンタインデーセールをやっています。うんと、自分にプレゼントするのも OK、 誰かにプレゼントするのも OK なので、セールの内容は 15% オフらしいです。ぜひ私の詳細欄の方からリンクに入っていって、気になる方はぜひチェックしてみてください。それと忘れてはいけないのが、気に入った商品があるとしますね。そしたらそれの詳細欄を見て、どういった金属を使っているのかっていうのをチェックします。だいたいほとんどがコーティングっていうのが多いんですけれども、コーティング、プレーティングって書かれてますね。要はメッキがあってその周りにこうコーティングしてあるものが大体結構ほとんどです。中にはファインジュエリーって言って10金14金、24金はないけども、10金14金とかあとシルバーを使っているのもあるんですが、大体はそうですね、コーティングのものが多いです。このコーティングに使われているものはすごくハイクオリティなので、水に濡れたりとか、ちょっとぶつけたりとかするので、まあ、剥がれてくる心配っていうのはないんですが、もし例えば剥がれてしまったとか、ネックレスが切れてしまったとか、そういった場合に関しては、1年間以内であれば無料で直してくれるそうです。そういったところのバックサポートもあるので、心配なくショッピングできるかなと思います。じゃあ私が今日つけているものを近くでちょっとお見せしようと思います。まず上につけているこれなんですけど、なんでこれを選んだかっていうと、すっごいシンプルなネックレスなんですよ。で、なんかついてるって思うじゃないですか。なんか存在感あるなみたいな。でもすごいシンプルだみたいな。でも近くで見るとただの丸じゃないんですよね。ただの丸じゃなくって、よく見るとね、なんか雫みたいな形をしてるんだけど、独特のこう歪みがあったりとかして、なんかユニークだなと思って、ですごいなんか可愛いと思って、それで選ばせてもらったんですが、ウェブサイトを見るとこれ男性にもつけられるみたいな。で、うちの旦那につけてみたんですよ。見てください、これ。これ可愛くないですか。長さも3段階変えられるので、ちょっと首が太めの方でも全然余裕があってつけられるかなと思います。そしたら2つ目にこの子で、これ色違いでいただきました。これは、ネイビーカラーで、こっちはターコイズです。すっごい可愛いですよね。で、ターコイズは最近ハマっていて、で、それで選ばせてもらったんですけど、私だったらこの動画みたいに指に何もつけないで、このターコイズを小指だけにつけて存在感を出すの、すっごいなんか個性的で好きだなって思います。で、結構白っぽい感じの服に合わせたりとか、シンプルな、そうだな、こう海っぽい感じ、やっぱターコイズになると海っぽいっていう感じ、あとベージュとかなんかそういう感じで合わせると素敵かなと思います。で、私がつけてるこの、ネイビーの方はですね、これも、スペシャルな石で作られてるんですけど、私がこういう風に、ウェディングリングと一緒にこうやってつけるのもいいと思うし、先ほどみたいに1本でつけるのも素敵だと思うし、あとは私、自分の母親からもらったヴィンテージのサファイアの指輪があるんですけど、それと色も一緒なので一緒につけてみるのもすごい可愛いなと思ってコーディネートしてみました。ここまで大きい指輪で存在感があると、お洋服と合わせてみたりとか、指輪中心のコーディネートをするっていうのもすごく楽しいかなって思います。では皆さん、このセールを忘れずに 15% オフです。ぜひ詳細欄をチェックしてみてください。では本題の方に行きましょう。
皆さん聞いてください。私ね、これずっとやりたかったんですよ。まず10代の自分にアドバイスっていうビデオを作った時に、もうこれは自分の個人的な、自分が10代だった時の自分に、今の私からこうすればいいんじゃないの、こうした方が良かったんじゃないのっていうアドバイスのお話をしてたんですね。なんでこれは私目線で、自分が10代だった時の自分にお話ししているんだけども、なんかこう他にもこれを見ることによってなんかポッとなんか考えが浮かんだりとか、ああなるほどねみたいな風に思ってくれたりとか、思ってるもらえるだけでよかったんですけど、まあこれは本当に個人的に自分がなんか外に向けて言いたいことを自分を通してっていうやつだったんですね。でまた20代は10代と違うじゃないですか。あのね、20代は自分たちにはちょっと権力がある。大人になってね、例えばお酒が飲めるようになるとか、法律だとタバコが吸っていいとかあるじゃないですか。でその他にもこう選挙権だとか、いろんな意味で、あと車を運転したりとか、自分で車を買ったりとか、ローン組んでね。でそうなってくると自分にこうコントロールできるあれがあるっていう、あの意識がやっぱり働きますよね。そうなると自分は大人だなっていうふうに思うんだけども、でも同時にまだ20年しか生きてきてないから、その間で経験したことっていうのはまだまだ、まあ、浅いわけなんですよ。なのでそこで結構こう勘違いしちゃうのかなって思うんですね。私が今33なんだけども、20代の自分を振り返ってみると、多分特に20代前半の自分を振り返ってみると、いやー何でも分かったようなね、何でも分かったと思ってっていう感じだったし、世界はもっと広いんだよって言ってあげたいなって思うんですけど、本当そんな感じです。だからそう、20代の前半とか、まあ20代ってそうなのかなって思いますね。ちょっとこう自分でコントロールできるこう権力が出てきて、で本当にそれこそ本当にそうだから、だけどまだちょっと未熟なところは未熟っていうか、知らないこととかもたくさんあるし、まだ20年しか生きてないからね。でそう考えてくると、私はまだそれから10年しか生きてないから、33なので、だからそれをかもうちょびっとだけ経験を踏んだので、それからちょっとこう今の私から20代の自分に言いたいこと3つあります。まず1つ目はですね、貯金貯金です。高校卒業して専門学校に行ってですね、専門学校を卒業してから、そこから、私は地元新潟県なんですけど、新潟から横浜に友達と一緒に出てきました。私のベストフレンドゆかりちゃんと一緒に出てきました。ゆかりちゃんとはもう昔から仲のいいベストフレンドだったので、彼女と一緒にルームメイトをしながら横浜に住んでいたんですね。横浜にある日吉あるじゃないですか、日吉に小さいアパートを借りて、2部屋でなんかワンリビングルームでキッチンがついてて、まあ、ものすごいなんつーの決まったこう形のなんかね、四角い形にお部屋があってリビングルームがあってキッチンがついててみたいな、もう本当に何も変わりのないなんか普通のアパートで、古いすごい古いアパートに彼女と一緒に住んでました。もうそれからはてかもう高校生の時からね、携帯は自分で払えとか自分の親に言われてたし、ダンスのレッスンとかも自分でお金払ってたけど、もうこれその横浜に出てからもう全て自分の使うものを、住むところを何でもかんでも全てかかるお金は自分で働いて払うっていうシステムでしたね。なので何のサポートもなかったんで、まあすごい大変だったんですよ。だからその分働いてもその時にこうかかるお金、例えば携帯代ね、あとは住むところとか、あとは私調理師の専門学校に行ったんですけど、それの学費を返してたから、そういったのとかで、あとはね、やっぱり若いから飲みに行ったりとかしたいじゃないですか、遊びに行ったりとかしたいじゃないですか、そういうのを入れていくと全然貯金ができなかったんですよ。で
なんか貯金なんて全然できない。なんか本当に今を生きている感じ。今を働いて稼いだお金で今を生きて、でまたじゃあ働きに行かなきゃみたいな、もう本当それのサークルで、そんな感じだったんですね。で、貯金っていうものがもう本当にできない、頭の中にない感じ。自分が子供の小さい時にね、そうやって貯金してた、お年玉とかでもらった貯金とかは全てその、学校にかかるものに行ってたから、例えば中学校入る時に制服が必要だってなるじゃないですか。そしたらあとうちの親はそこから払ってたりとか、あと高校行く時も制服結構それでお年玉使ったりとかしてたんですね。だから本当に20代の前半とかは貯金っていうことにも本当に貯金なんてできないぐらい忙しいみたいな、どこでどうやって貯金するのみたいな、なんかそんな感じだったんですよ。なんだけども、でもですよ、遊びに行けてるわけですよね。ちょっとなんか友達と飲みに行きたいとか、全然何お金使ってるわけじゃないけど飲みに行く時も、だけどなんだかんだ飲みには行けてたし、遊びに行くクラブに行ったりとかもう全然ね、女の子だったらお金使わないでクラブに入れるんだけど、でもそれでもなんだかんだそうやってやってたわけですよ。ってことはですよ、要は私はこの楽しみを取ってたんですよね。貯金より楽しみ、ここをこうバランス取れなかったんですよね。だけどそれでもですよ、500円だけでも毎月貯金したらどう違ってたんだろうとか今思うんですよね。そう、うちの旦那はもうお金にすごい詳しい人だから、もう貯金は大事だからっていう人だから、もうすごい、あの人と結婚してあの人と知り合ってからそういったものをもっとすごい教えてもらったっていう感じなんですけど、そうだから500円だけでもね毎月貯金するとか、10円だけでも毎日貯金してたらどう違うんだろうなとか今すごい思うんですよ。だからちょっとでもちょっとでもいいんですよ。貯金はちょっとでもいいの、少なくても少しずつ貯金していくっていう意味で、最終的にどのぐらいになったっていうのが超巨大じゃなくてもいいんだけど、でも貯金をすることってなんかいろんなことを教えてくれるのかなって思います。まずそのお金が貯まったイエイっていうのもそうなんだけど、根気強く続けるとか、絶対に使わないとか、絶対に触らないとかね、そういうの自分にルール教えてくれるかなとか思ってて、で今はね、YouTube 始めて結構時間が経ってるんだけど、定期的な収入が YouTube から入るようになってからは毎月毎月自分とあと自分の子供たち3人の子供たちに貯金しています。なんか貯金ってすごい楽しいなって思うし、まあ貯金です、貯金しれよっていう話です。はい、2つ目は何かというとですね、その高校卒業してから調理の専門学校に行って調理師の免許を取ったことに対しては何も後悔もないし、今とても役立っているんですけど、でも大学に行きたかったなって思います。でそれは今この年齢になってこの経験があるから、ああ昔大学行っとけばよかったなって思うんだけど、その時の年齢は大学なんて行く時間なんてないみたいな、働きたいみたいなね、遊びたいみたいな、もうほんとそんな感じだったから、大学なんてことは頭で考えてなかったんだけど、今となっては大学に行っとけばよかったなって思うんだけど、これですね、これから大人になる方よかったら、ちょっともし見ている方がいれば耳を傾けてもらいたいんだけど、やっぱ大学ってお金かかるじゃないですか。なんだけどそのお金はかかるんだけども、でもこう決められた時間ありますよね。その大学生でいられてる間っていうのは勉強していい間なんですよね。でそうやって考えると、その勉強していい間っていうのが人生の中にあるんであれば、それを有効活用するべきだと思うんですね。で間違いなくほらその年齢、その20代前半の年齢とかね、10代一番最後の年齢とかって本当に将来何していいかわからないだろうし、分かっててももしかしたら変わるかもなとかあるかもしれないんだけど、私だったら今の時代もう考えていくと語学を勉強して、で語学は勉強しててもたとえね興味があることが変わろうと自分の思考が変わろうとも語学っていうのは絶対変わらない、そこにあるから、
例えば将来やりたいことが変わったって言っても、語学は身につけていくとその国でお話できるし、コミュニケーション取れるし、それができる能力があればね、そこでお仕事することができるし、外人として。だから機会があって行ける方でどうしていいか分かんないっていう人は、ここ語学いいんじゃないかなって思います。その大学に行けた時期あるじゃないですか、あの10代後半とか20代前半のね、あの時期にもし行ける機会があったら行きたかったなって思うけど、これのアメリカのいいところはですね、私のビデオ見てくれてる方もいつも言ってるけども、私は美容の専門学校に行った時に私より年齢の上の人結構見たし、みんな結構そこら辺は恥じなく、もう年取っちゃったからとかそういうのは関係なし、何歳でもチャレンジするっていうのがあるから、できる機会があれば行くことができるから、学びたいことがあるんですよ。なのでいつかな行けたらなって思います。で、3つ目なんですけど、これね、すごく毎日の自分に言いたいです。何かというとですね、人にコントロールをされるなって言いたいわけなんですよ。で、それは何かというとですね、私は別にこう人に言われたらイエス、人に言われたらイエスっていうタイプの人間ではなかったし、そういうコントロールというよりか、例えばものすごくこう何かにイライラしてる子がいるとするじゃないですか。イライラするね。で、私に話してくるとするじゃないですか。ねえねえ、こうこうこうとかってこうこうでこうでみたいな。で、そうするとそれが映っちゃう。なんかそれやだね、イライラしてきたみたいな。で、それって私と彼女は別の人間だから、私はそこを いただかなくていいわけなんですよね。これって要は負のエネルギーが私を食っちゃってるわけなんですよね。で、それってあんま良くなくって、人の負のエネルギーをもらうっていうのはすごい良くないことで、で、例えばこう誰かがね来て誰々の噂をしてるね、それを聞いて、そうなの、へー、それでってなっちゃう。20代の子って20代ってやっぱり人生経験が少ないから、やっぱそういう風にこう人に何か言われたりとか、こうなんだよなんだよって、例えばそういう感じでそういう悪口とかね、噂とかそういうの来ると、どう対応していいかわからないっていうのもあるし、純粋に聞くね。中には、あ、私そういうの興味ないからっていう子もいるけど、私は普通に仲いい子とかだったら、それどうしたの、ほんと、マジで私のことも言ってた、信じらんないっていう感じね。これさ、良くないの。自分に直接ね、その誰かが来て、ねえ、ちょっとさ、あなたってなんとかなんとかなんとかでってなったら、それは私とこの人の間性なんだけども、誰かがねそれを持ってきて私にこう振りかける、で、私がそれをものすごく吸い取って、で、同じあれになるみたいな、わかりますか？なんか要はコントロールされてる感じ、それが20代の前半は多かったかなって思うから、それは良くなかったなって思うし、それとはまた似た感じなんだけど、パターンが違くって、例えばこう、私にいたんですよ、一人、服屋さんで働いてた時にすっごい意地悪な先輩がいたので、私が話しかけるとしてもふんって感じだし、聞いても意地悪なこと返ってくる、なんか答えが返ってくるわけじゃない、なんで何回もそれ聞くんですかとか、誰々から教えてもらってないんですかとか、なんかそういう、なんていうの、そういうことしか言えない人がいたんですよ。で、もう私その人が超苦手で、多分私、彼女は私のことが好きじゃなかったんだけど、でもなんで私のことを好きなのかもわからない。でもその人は新しく入ってくる子みんな嫌い、なんでかって新しく入ってくる子はみんな辞めるからっていうのを耳にしたことがあるんだけど、でもそれはあなたがそういう態度でみんなに接してるからみんな嫌になっちゃって辞めちゃうんじゃないのって思ったんだけど、まあそういう人がいたんですよ。で、そういう人にも私は結構、その人とお仕事する日になると、もう嫌だ、本当に嫌だ、今日行きたくないなみたいなね。だけど正直な話、そういう風な考えがあって、そういう嫌な感じとか私にしてくるのは彼女に問題があって、私に問題はないから。
っていうところね。これはね、私が何でも YouTube やってって学んだことなんだけど、YouTube やってて、いろんな人来るわけですよ。私が始めた時とかは、もう変な人いっぱい来て、いろんなこと言ってったりとか、もう吐いてどっか行くみたいな人いっぱいいたから、そのためにこう、イライラしたりとか、言い返してあげようか、言い返してやろうかなとか、いろいろそういうのあったけど、でも、そういうの言ってくる人っていうのは、私に問題があるんじゃなくて、あっちに問題があるわけだから、もうそれはあっちでどうにかしてもらって、ね。それとこれとは別だから、私は私で私がやらなきゃいけないことをやるし、ね、言われたことをやるし、で、分からなかったら聞くし、まあ、ここは仕事だからね、仕事ね。仕事だから、個人的に取らないでほしいしっていうところね。そう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 、そういったところで、なんかこう、人に気持ちをコントロールされるっていうか、負のエナジーをもらっちゃうっていうか、なんかそういったところが20代の前半の時はすごいあって、なんかそこに今気づいて、この年齢になって気づいて、ああ、私のせいじゃないんだ。その人自体に問題があるんだから、私はそれを自分のせいだどうしようとか、っていう風に取らなくていいのかなと思います。なので、人にコントロールされるな。これは私だけでもなくて、同じ今ところにいる人もいると思うし、同じ感情を持って生活してる人もいるだろうし、まあいろんなパターンがあると思うんだけど、でも最終的には、こう、例えば負のエナジーを感じたとしますね。ああ、なんかめっちゃ怒ってるこの人、みたいな。ね、それか自分のすっごい仲いい子がイライラしてるなとか言ったら、自分はそれを浄化してあげるような感じで、ね、同じ気持ちになってムカつくね、本当に嫌だねっていう風なことを言ったら自分も同じ感じになっちゃうから、そうじゃなくて浄化してあげるような感じで、水のフィルターみたいなね感じよ、フィルターみたいになってあげて、まあもし話聞いてもらいたいならば聞いてあげるけども、それを自分の感情を移入せずに聞くね。それって何々のせいじゃないんじゃないの、なんじゃないのとか、それはあなたの考え方次第なんじゃないのとか、あなたがそういうふうに考えるから、そういうふうにイライラしちゃうんじゃないのとか、ね。まあそういう感じよ。そんな感じかな、20代の自分にアドバイスしたいのは。本当にこの3つ目に言ったのが一番大きくって、てかやっぱり、多分みんなそうだと思う。20代の人たちは、20年しか生きてないって言ってたみたいに、その間に全然ね、いろんな経験して、そんなことも何でも知ってるような20代のね、ものすごいこの人って20歳だけど、本当は中身何歳なのっていう人もたまにいるけど、でも大体の子が結構ね、普通にこう生活してきて、20歳になると、知らないことがいっぱいあるし、そうだから、私の目線でちょっと話させていただきました。ぜひこのビデオを楽しんでくれた方は LIKE を押してください。なんか共感してくれたりとか、あと自分の20代の時になんかこう言いたいこととかある人があれば全然吐き散らしてっていいですよ。コメントの方でぜひぜひ、お前自分の20代遊びすぎとかねわかんないけど何でもいいけどさ、まあ、そんな感じで発散させていただいても全然構いませんので、皆さんとこの場を共有できたことをとても嬉しく思ってます。ビデオ見ていただいてありがとうございました。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。